はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8ラクリモサオブダナ、今回からこちらのゲームをやっていきたいと思います。イースシリーズの最新作ですね。プレイステーションビータ版になります。まあもう早速ニューゲームでやっていきましょう。で、難易度選択はまあノーマルでいいでしょう。で、今回まあイース8っていう、まあ、タイトルになるので、まあ、シリーズものになるんですけれども、まあ、自分はね、このイースシリーズはめっちゃ好きで、イース1からイース7までは、全部やってます。で、まあ、ちょっとイースシリーズ知らない人のためにお話しすると、一応このイースシリーズっていうのは、一応主人公アドル・クリスティンっていうので、全部統一されてるんですよ。で、このアドル・クリスティンの冒険記の一つ一つを取り上げて、まあゲームになってるっていうお話ですね。人知を超えた運命を否定できない瞬間は訪れる。そんな時君はどう振る舞うだろうか。極限に身を置いてなお意志と誇りを抱き続ける姿は美しい。私はそのような存在になりたいと願ったし、数十年を得た今となっても彼女に畏敬の念を禁じ得ないものである。アドル・クリスティン著、ゲーテ海案内記序文より。そう、アドル・クリスティンが今までの冒険記を、振り返って、まあ、書いてるのを追体験してるっていう、まあそんなシリーズですね。で、一応なんか説明書とか見ると、今回のお話は、アドルが21歳の時のお話になるので、砂の都ケフィンの後のお話ですね。まあ、イース5が砂の都ケフィンっていうお話なんですけれども、その後の、冒険記になります。でイース6とイース5の間のお話ですね。まあめちゃくちゃ豪華な船に乗ってるけど、で大体ねこのアドルの冒険の始まりはもう遭難から始まるんですよ。もう大体全部多分これも遭難します。もうお約束なんで、これは一応アドルが主人公で、この人物なんですけど、一応赤髪がトレードマークみたいですね。燃えるような赤い髪っていう、でちょっとやさ男系です。アドル・クリスティン、てかなんか水兵みたいな服着てますね。これ多分ドギですね、声からしてアドルの親友のドギ。気持ちのいい風だな。ドギ、ドギってドギしか名前ないよね毎回毎回。あとちょっと作品によってドギ風貌がちょっとずつ違うんですよね。まあ、基本的にはガタイのいい男なんですけど。その学校なかなか似合ってるじゃないか。俺は荷を積み下ろしする人足、お前さんは臨時の水夫。ついて働く代わりにエレシアまで乗せてもらえるとはな。おまけに飯は出るし、ロギンも稼げる。まさに一石三鳥だぜ。ああ、選択肢ね。まあ、船長にお礼を言わないとね。あ、バルバロス船長か。顔はいかついが、なかなかできたお人だぜ。おかげさまで港に着いたら、すぐ次の目的地へ向かえそうだ。名残惜しいが、これでサンドリアともおさらばだな。そしてようこそ次の新たなる冒険ってわけだ。これからもよろしく頼むぜ、相棒。そうですね、一応サンドリアを出港した形になってますね。サンドリアっていうのがイース5での、舞台の街の名前ですね。
それでアドルよ、今度はどこへ向かうつもりだ。このままスニオンの港に着けばその先はグリーク地方だが。うん、これは風の導きのままに詩人にでもなったつもりか。ルタのやつじゃあるまいし、本来ならアフロカ大陸を西へ迎えるとよかったんだな。おいおい、まさかアルタ語へ渡るつもりだったのかい。カシュ、カシュ、こいつは多分初登場っすね。そのまさかさ、アドルは以前からアルタ語に渡る手段を探してるんだ。呆れたな。アルタ語公国とロムン帝国が紛争中なのは知ってるだろう。あの海域に立ち入れるとしたらそれこそロムン艦隊ぐらいだよ。冒険家とは聞いてたけど、そんな無茶を考えるなんて。まあこいつといると退屈だけはしないぜ。アドルが歩けば冒険に当たるってね。カシュ、お前さんもどうだい。遠慮しておくよ。ところで二人とも、休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。ど、もうそんな時間か。やれ、それじゃもう一踏ん張りしますかね。アドル、また後でな。ん？まあどうしたらいいんだ俺は。そうだな、見張り台の仕事は一通り覚えてもらったし、アドルはバルバロス船長のところへ行ってくれ。仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。船長室は甲板の後方にある。よろしく頼んだよ。操作方法の説明ですね。移動と話す、調べる。まあ普通の感じだな。まあここはやりながら覚えていく感じになるかな。とりあえずダッシュが L か。ジャンプとかもできるんだね。で、攻撃が丸。交代は多分これイース7であったシステムですね。なんか3人1組とかでパーティー組んで、やっていく感じになるんですけど、まあ操作をするキャラを変えられるのかな。カメラリセットがここで、アイテムが、右、釣りとか上で釣りができるんだ。あ、動けますね。ジャンプができる。なんでジャンプするたびにさピシューって音がするの。で、さらに、ああ、ダッシュができる。早いね。あとはどうカメラワークがなってくるかっていう感じっすよね。操作方法は快適でも、カメラワークが悪いとね、ちょっと微妙な感じになっちゃうんで、一応動かせるといえば動かせますね。で、カメラリセットがこっちか。え、今誰が話した？こいつ？え、こいつ？なんか顔の割に声ごつくないか？こいつはさっき話したか。お？船の中で迷うってどんだけ方向音痴なんだよ。今は甲板後方にある船長室へ向かおう。こっちじゃないってことね。ああこいつの声は普通だな。さっきのやつマジでごつい声だったかな。
点のリセットが十字キーなんでちょっとめんどくさいな。こいつも声ごついな、顔の割に。でどこだ、ここゲーテ界。おお、アドルだったか、よく来てくれたな。まずはかけたまえ。てかノックくらいしろよ。突然入ったよね。バルバロス船長。さて、君は確か冒険家ということだったな。ならば、セイレントを知っているか？聞いたことはないですね。初めて聞くのです。いえ。そうか。このゲーテ界は多島界と呼ばれている。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域なのだ。だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島、それがセイレン島だ。謎の沈没？確かに海流が複雑な場所だが、船が沈む明確な理由はわからんのだ。5年ほど前にもロムンの調査船が島の近海を訪れたのだが、岩礁もない凪いだ海に突如引き込まれたと聞いている。セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば、永遠に呪われた地というわけだ。どんな島なんですか？それはアドル、君の質問に答えられる者はこの世にいない。なぜならば、上陸して戻った者が過去に一人としていないからだ。ゲーテ海の船乗りですらどんな場所なのか誰も知らないのだ。せめて見てみたいです。島に近づくわけにはいかないが、通過するときには教えよう。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまったようだな。この話は新米の水夫に必ず聞かせる類のものでな。歌集などは震え上がって船室から出てこなくなってしまった。こんな話だけで。君はなかなか見込みある若者のようだ。ビビりすぎでしょ。ありがとうございます。よし、前置きが長くなったが、君に頼みたいことがあるのだ。この船は乗客を迎え入れるごとにささやかな歓迎会を催している。アドルにはこの歓迎会の警備に当たってほしいのだ。おお、なんで警備が必要なの？何か心配事でも？なに、こう見えて用心深いのでな。乗客の安全を預かるからには万全を期したいというだけだ。具体的な段取りは後で歌集にでも相談するといい。それでは頼んだぞ、アドル。一応アドルはね、冒険家なんでそれなりに強いはずなんですよ。毎回レベルが1に戻ってるけどね。冒険が始まるたびに。そんなにたくさん人はいないね。なんかもっとごった返してるかと思ったらスカスカじゃん。
皆様こんばんは。私は船長のバルバロスです。この度は旅客船ロンバルディア号にご乗船いただきありがとうございます。全長が50メライある本船は4本のマストを有しておりまして、サンドリアとエレシア大陸を結ぶ航路では最大級の。何警備の段取りってなんかすることあんの？客室フロアと、看板を見て回る。乗客に危険な行為や怪しい行為がないか見張ってくれ。そんなことすんの？怖い客でもいるのかい？そんなやから乗せるなよ。アイアイサー、仕方がないなって。なんかどっちも嫌だな。まあいいや、アイアイサーにしとこう。ノリノリだな。意外とノリがいいんだなって言われてるし。まあとりあえず客から話を聞けば良さそうな感じですかね。歓談の時間といってもさ、だって普通の乗客同士でしょ話すことなんて普通ないでしょ。ここでセーブロードが出るんだ。スタートまたはキャンプアイコンにタッチでセーブと。ちょっとセーブしますか。じゃあ冒険日誌でいいのかな。あ、船内の見回りをしよう。あ、やることは書いてあるんだね。どっちシステム。金コンフィグできるんだ。ちょっと変えたいものは変えたいな。それはまあまた後で裏方でやるとして、攻撃方向補正とか、まあここも裏方でやりましょう。とりあえずセーブをすると、OK。 じゃあとりあえず話を聞いて回りますか。ああ、密航者ね。そういう輩もいるんだね。こいつは何者だ。こいつ怪しいな。乗り込めたはいいがなんでそんなさ怪しい会話を普通にしてんの。全然みんなさ話してなくね。なんか座ってたね、こっちに。こんなところでさ、一杯飲んで楽しいの、こいつらは。この子かわいいね。てか、こいつの彼女、ちょっと似合わないよこの男には。あとちょっとこいつもなんか、あ、羊風の青年。何、お嬢様って誰、こいつ。誰が誰だかわからん。偉そうなやつだな。まあ音楽はできないからね。あれ、あと話してないのこいつは、青年かこいつ。女に見えるな。とりあえず一通り話した。
じゃあ出よう。あとどこへ向かうって言ってたっけ。ロード長いねこれ結構。さてと、選手の方にある階段を使うといい。どっち、あ、左下にミニマップみたいなのがありますね。あ、でこのびっくりマークのところがあれかな、次の目的地かな、セイレント。マップの切り替えちょっと長いねこれ。ミニマップは知ってるよ、さっき言ったよ。あ、で、びっくりマークがメインストーリーで、青いのがクエスト、ハテナがその他イベントで、キャラクター調査ポイント宝箱、最後に通過したエントリーとか。なるほどね。で選手の方に行くって言ってたよね。樽が転がってるよ、大丈夫これほうほうほう、こいつに話せと。え？で？どうすんのその後。まあとりあえず話を聞きながら回りますか。でこの矢印は出てきたところだから、でこの黄色が多分人がいて話せるってことでしょ。でこっちの方は特に目的地ではないんで、あれ船長がいる、一応話そう。そうだな、てか船長が動かすの、これあれだよね、火事だよね。動かしてないけどさ全く動いてない仕事してるふりだな。一応船長って何すんの、普通に仕事、まあ、指揮を取るだけでいいのかな。でここ多分船長室だから関係ないでしょ。でさっきのパーティー会場に戻ってみますか。ちょっとやっぱカメラワークがあまりまだ慣れないせいかいい感じはしないな、見づらい。ドギ、まあ見た感じのパワーキャラクターですね。ドギはだいたいね、アドルが捕まってる時とか閉じ込められた時に素手で壁を壊して助けてくれるっていう。でこっちに、え、どこ、これこっちから行くのか。唐突だよね、なんか目的地。そんな、う、どうして彼が乗船しているのです。え話して回るのが目的なの。あ、でこっちに今度、てかいっぱいあるじゃん目的地が。黒ずくめの青年、怪しい格好してるなとかめちゃくちゃ失礼だな、いきなりさ、だって話してさ、お前怪しい格好してるぞとか扉を閉めるときにはくれぐれも音を立てないように頼む。ん、なんで、てか扉なんて閉めないよ普通に出てくだけだし。こんなとこに、あ、ドギがいる。どうした、どうした、なんか怪しいやつでもいたか。ああ噂話を集めろってこと。じゃあやっぱりさっきのパーティー会場に戻った方がいいのかな。
いや、ロードが気になるね、これ結構。お、新しいイベントが始まったっぽい。見守りの方はどうだいってみんな怪しく見えるなとかひどいね。あー、なるほどなるほど、セイレントね。すぐに行くよ。もうで、多分さっきの船長のところに行くからこっちだよね。で、どっから来たんだっけ。こっちから来たんだっけ。いまいちまだ位置取りがつかめない。全然違うじゃないかよ。これ間違えるとさ、一回一回ロードが入るからめんどくさいね。だからこの倉庫みたいなところから出てきてどっち行くんだ。上に出ればいいのかな。いや、これマップの切り替えが本当に長いね。マップの切り替えだけでどれだけ時間経ってんのこれで、船長さんは多分上にいる。おーおーおー、びっくりした。海に飛び込むかと思ったで、これは船の先か。逆？どこにいたっけ。で、いなくなってるし、船長船長室かな。頼もう。てかマジで船長何の仕事してんの君は一体。何のことですかとか人の話聞いてなさすぎだろ。500平方クリメライ。そう、クリメライっていうのはね、この世界のね、単位です。2000メライとか、なんかそんな単位なんですよ。1メライ何メートルとかもう忘れましたけど。ほら、出たよ。これ絶対ね、遭難するよ。座礁するような場所はないはずだ。すぐに確認を取れ。アイアイ様。島から距離は取っているはずだが、まさかな。どうした？なんだあれは。ん？何の騒ぎだ？不穏な感じになってきた。雨が降ってるね。おお、なんか。もしや武器は武器。てかさ、サンドリアでの冒険が終わったんだからさ、魔法剣持ってんだろ。どこに置いてきたんだよ。正体不明の触手。お、剣よこせ。ドギーはね、気づいて戦うキャラなんで。おお、いいね。石オスブレード。あれ、これ5で使った剣だっけ。
攻撃とターゲットロック丸で攻撃、三角でターゲットロック、ほんほんほん、とりあえずターゲットロックするか。これでてかさ、めちゃくちゃ強くね、500と500、500って回避これね、ほいほい。あれてかアドルレベル2だななんでだ。これを回復、なるほどなるほど。こっちとか狙えんの？狙えないね。ジャンプ攻撃とかで届くかな。空中で受けるし、攻撃してきたところをかわして、まあ反撃をすると。だから自分の強いと敵も強いね。めちゃくちゃダメージ与えてるけど、これゴリ押しってよくないか。ジャンプ、ジャンプ攻撃、いやーやったよ。これでしょ、下につかなくていいんだけどほらほら、なんだかんだで減ってきたんです。お、ダウンした。だからなんか技的なのはまだないのかな。普通に攻撃するだけで、え、タフすぎないかこいつ最初の敵にしては。あ、逃げてった。てかさ、他の人たちマジ見てるだけかよ。やるではないか。やあ、かっこいい。すげえよ、スイフの兄ちゃん。まあね、どれだけの視線をくぐり抜けたと思ってんの。お疲れさん、さすがはアドルだぜ。それにしても今のは一体何だったんだ。巨大なイカか何かの足のようにも見えたが。おいおい、どうした。まだいるのか。ああ、これは船がやばいね。兵さんとかさ、もっと戦闘に参加してくんないの。大砲とかだって積んでるでしょ。おお、めっちゃあいつ流されてる。大丈夫か。おー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 、やばいぞ。おお、落ちる、落ちた。タルだ。これここで剣なくしそう。絶対もう剣落としてなくしてるよ。まあお決まりですねこいつの遭難は お決まりなんで。
第1部セイレント王。こいつは一体何回遭難してんだろうか。いや、剣なくしたっぽいな。ここはどこだろうって言ってるけど。というところで、じゃあ、プロローグが終了して、第1部が始まったところになりますので、今回はこれで終了して、次回はまた続きをやっていきたいと思います。